こんにちは、MHBS の水谷です。本日はですね、幅さんの、コンサルをお願いした時の感想なんですけど、私自身ですね、アフィリエイトとかインターネットの広告の事業をやっていて、月ですね、10万も、稼げなかった時代があったんですけど、幅さんからの、コンサルを受けて、それからアフィリエイトの、収入もしっかりとね、数値化、いろんなデータを基づいて数値化するようになって、検証していきながら、稼ぐようになって、さらにはそこからアフィリエイトの収入が増えたことによって、会員制スクールとか、ソーシャルメディアとかの、コンサルタントをですね、依頼とかも入ったりとか、そういうコンサルや、会員制スクールとかの、商品、ちょっと高額なわけではないですけど、そういう月額、自分に、アフィリエイトみたいな仲介業ではなく、自分に入ってくるような、手数料とかも商品が構築できて、そうですね、何ヶ月ぐらいかな、本当半年ちょっとで月収が100万ぐらいに増えたと。先月とかですとね、リアルに月収118万になったので、来年はもっとこのままの勢いでちょっと月収を増やしていきたいなと思ってます。